チェーンソーマン、星に。悪魔がいる世界でバカの中卒以下の主人公が内臓から何まで売れるものは全て売ってもう親友のチェーンソーの悪魔のポチフトシしかいない状況から、親友のポチタが殺されて激おこぷんぷん丸になって武装錬金した後にハニートラップに引っかかって公安のワンワン鬼になるというシナリオ。ファイアーパンチしないか心配だったがうまくファイアーパンチせずに人気漫画のラインに乗れた今までの努力が報われた作品。ファイアーパンチするっていうのは、設定や世界観と初めはめちゃくちゃ面白そうなんだけど2話以降失速してゼロまで落ちちゃう作品のことを言うのぜ。ファイアーパンチの代表作は鉄血のオルフェンズとかなのぜ。公安の犬になった後は悪魔退治を人気に陰りが出るまでするというシナリオ。今のジャンプ漫画では女性ユーザーのハートをプリキュアできるかどうかが人気漫画になれるかどうかの分水嶺になるのぜ。ただしうちらはなぜこの漫画や呪術廻戦などが人族のメスのハートをキャッチしたのか合理的理由がチンプンカンプンなのぜ。